今日は秋葉原にあるメイドカフェフィーユに来ております。見てもらって分かるように、ここのメイドカフェはダーツが置いてあります。ダーツライブが1台、1人ずつお名前聞いていきましょう。お名前はコロネです。コロネちゃん、かわいい。でお名前はほのかです。ほのかちゃん、かわいい。でお名前はかえでです。かえでちゃん、かわいい。フィーユのメイドさんたちにダーツ対決してもらいます。
やばくない？よかった。早かった。すごい、すごい。お疲れ様でした。どうぞ。お疲れ様。勝負はコルネちゃんとカエデちゃんペアが、カエデちゃんすごかったね。ハットも出したし、103上がったし、でも、よう入っとったしね、コルネちゃんも、はい、コルネちゃんまだそんなにダーツやってないよね。そうですね、まだまだです。まだまだ、でも大丈夫、可愛かったらいいよ、それで。そんな、だってメイドさんがこうバシーンバシーンやっとったらさ、ちょっとね、うん、どうなんやねんっていう、ちょっと腹立つわ、なんか一番端っこ、この前。ところで誰？このお店の妖精さん。妖精さんでーす。メイド喫茶フィンユでーす。よろしくお願いします。どう反応していいか分かれへん。とりあえず妖精さん、ね、お店にはずっとおるんですか？だいたいいます。はい、妖精さんやけど、まあ、はい、料理作ったりドリンク作ったりしてるってこと？そうですね、裏の方で、裏方のね。はい、あと事務作業だったりとか。でも肩書きは妖精さん。はい、まあそういうことで。でも上手かったよね、ダーツね。まあそんな感じで秋葉原のメイドカフェヒーユに来て、撮影しましたけれども、よかったらメイドさんに会いに来てみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしております。